はい、今日もですね、動画を見ていただきありがとうございます。今日はですね、ヨガのね、インストラクターとか、例えば、やってる方って、どうやってね、こう、学んでるのかとかね、例えば、体のことを、学びたいけど、どんなところでね、どうやって学ぶのかなっていう、話をね、ちょっとしたい。まあ、情報源の収集ですね。で、まあ、僕の場合はですね、まあ、皆さん、やってるとは思うんですけど、本を読んだり、情報源ってまず本ですよね。本。プラス、もう一つがですね、まあ、本とか DVD とかもあると思うんですけど、もう一つがですね、どっかのですね、学会とかにね、所属するっていうか、そういうのもね、情報源の一つになるんです。で、ヨガをですね、ヨガの、例えば、まあ、インストラクターのコースとか、そういうのを受けられるのは、いいんですけど、もしインストラクターになりたいとかで、継続的にこう学びたいとか、例えばこう、ヨガをね、科学的にというか、医療とこう、連帯して、ね、まあ、ちょっとやっていきたいとか、そういうちょっとこう、体に関しての、科学的なデータとか、そういうのをね、まあ、知りたいっていうか、そうすると、ね、一人じゃちょっと難しいんですよね。例えば、まあ、学ぶにしても、なかなかですね、一人でこう学ぶのはちょっと難しいです。で、そういう時ですね、やっぱりそういう、まあ、お医者さんとか呼んだり、なんかする、こう、学会っていうのがあって、何でもあると思うんですよね。医療だったら医療の学会とか、まあ、いろんな学会っていう、こういう団体があったとして、そういうところにですね、情報収集をね、そういうところに、まあ、加入っていうか、ちょっとね、顔を出しながら、こう、学んでいくっていうのは、すごく非常に、大切だと思うんです。なかなか一人でね、学ぶ、独学で学ぶって言っても、ちょっと限界がありますし、こうデータとかもそんなになくて、意外と、自分の判断とか、自分の持ってる知識だけだと、意外とですね、なかなか難しいっていうか、対応しきれないことがあるんですよ。例えば、ヨガでもね、うつ病に対するヨガとか、または、まあ、こういう疾患持ってて、まあ、体の疾患っていうか、まあ、心の疾患もあるでしょうし、例えば、がん患者のヨガとか、そういうのをね、学ぶには、やっぱり、そういう、医療と連帯したような、こう、学会とか、こう、データとかの蓄積されたね、データを学会っていうのは結構持ってますんで、そういうのにね、参加したらいいと思うんです。で、今日ですね、これからですね、お昼ね、僕ちょっと有明の、こう、日本有数のですね、日本で一番最先端の技術を持ってる、有明、がんセンターっていうところで、統合医療学会っていうね、ところに、ちょっと今日は参加してこようと思ってるんですけれど、そこの統合医療学会っていうのがですね、僕の所属してるね、ヨガの学会の、理事をね、務めてる方が、統合医療学会にいまして、そこでですね、まあ、渥美先生っていうちょっと方で、その方はね、皆さん言う、知ってると思う、手塚治虫さんのアトムの、お茶の水博士いますよね。あの人モデルになった方なんですけれど、日本だとですね、人工心臓とかね、そういうのの研究してた方なんですよ。で、その方がね、統合医療学会っていう、
まあ、医療と、まあ、医療の、心身相関じゃないんですけど、いろいろなアロマとか、まあ、鍼灸とかそういう東洋系のものとかですね、あと西洋のものとか、そういうのはもうバラバラにね、あるものをこう統合してね、心身相関っていう、こう考えで、まあ、西洋の技術と東洋の技術という、そういうのをね、少し、学んでね、統合していこうっていうかね、そういうものをね、ちょっとやってる学会なんですけれど、ぜひですね、ちょっとね、これから、ちょっとお伝えしたいと思いますんで、楽しみに、ちょっとしてみてください。まあ、場所とかね、中でちょっと撮影はちょっと難しいと思うんですけど、どんなところで講演をしてるとか、そういうのはね、ちょっとお伝えできると思いますんで、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、今日はですね、先ほど言ったようにね、有明にあるがんセンターにちょっと行ってみようと思っています。そこでですね、統合医療学会のね、講演会があるということなんで、今ですね、ちょっと、ゆりかもめに乗って、有明に来ております。ちょっと見てみてください。有明です。有明。はい。ちょっとね、歩いてみますんで、こっからですとですね、有明のがんセンターはあれかな、 ありますね。ちょっと見てみましょうか。大きな建物が有明のがん研有明病院ですね。はい、ちょっと歩いてみます。結構ですね、歩いてるんですけど、向こう側にですね、こうテレコムセンターがね、ちょっとあると思いますね。でずっとですね、こう歩いてるんですが、今ちょっとこう、向こう側にこうがん研、ここですね、ここに今入ろうとしています。はい、でここががん研有明病院ですね。こんなでっかい大きな建物ですね。大きな建物です。でちょっとね、入っていきます。拝聴したいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。それでは一番最初に開催はい、ということですね、ちょっと今日は有明のね、がんセンター、日本で最新の医療やってるところだったんですけど、ちょっと講演をね見てきました。でこんな感じで、すごい大きなね、こう建物ですよね。はい、でちょっとですね、これでですね、もし学会とかね、そういうのもね、こう情報収集には勉強にはねなると思いますので、よかったら本 DVD とか
あと、ヨガのね、学会とか、そういうものにね、出てみるのもいいと思います。はい。今日もありがとうございます。